キーくん、先生とさくらんぼ狩りしましょう。うん、ああ、ういういしいわ。青臭くもみずみずしほろ苦い禁断の果実、まさにフォービデフルーツね。ちょ、あの先生、何を。あ、待って、全部先生が教えてあげる。さあ、大人への階段を三段飛びでステップアップよ。先生のさくらんぼも食べちゃってね。キャーン、助けてください。あはすごい、すごい、天然エコーがかかってた。すごい、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 しかもキーくん言ってる。ちょっとまたドキドキしな、何、スタンドは確かに取り除いたはずだ。言ったはずだ。私のハイエロファントグリーンに攻撃を仕掛けることは、そのジョイを傷つけることだと。私のスタンドは貴様のより遠くまで行けるが、広いところは嫌いでね。必ず何かの中に潜みたがるんだ。引きずり出すと怒ってしまう。だから喉内部あたりを出るとき傷をつけてやったのだ。お前が悪いのだ、ジョジョ。お前の責任だ。これはジョジョ、お前のせいだ。お前がやったのだ。最初からおとなしく殺されていれば、このジョイは無傷で済んだもの。立ち上がる気か。だが悲しいかな、その行動を例えるならボクサーの前のサンドバッグ、ただ撃たれるだけにのみ立ち上がったのだ。この空城城太郎はいわゆる不良のレッテルを貼られている。喧嘩の相手を必要以上にぶちのめし、未だ病院から出てこれねえやつもいる。威張るだけで脳なしなんだ。気合を入れてやった教師はもう二度と学校へ来ねえ。料金以下のまずい飯を食わせるレストランには代金を払わねえなんてのはしょっちゅうよ。だがこんな俺にも吐き気のする悪は分かる。悪とはてめえ自身のためだけに弱者を利用し踏みつける奴のことだ。ましてや女を。貴様がやったのはそれだ。ああ、おめえのスタンドは被害者自身にも法律にも見えねえし分からない。だから俺が裁く。悪、それは違うな。悪とは敗者のこと、正義とは勝者のこと、生き残った者のことだ。家庭は問題じゃない。負けた奴が悪なのだ。とどめくらえ。何、敗者が悪。エメラルドスプラッシュ。それじゃあやっぱり。なに、バカな、エメラルドスプラッシュを弾き飛ばした。てめえのことじゃねえか。おら、すごい。
なんで君が学校にいるんだ。今日って予選でしょ。そうなんてやらないってずっと言ってるだろ。なに、専門に勉強してる人がいるのに僕なんかが伴奏できないよ。それに今から言っても満足のいく演奏なんて。僕はピアノが弾けないんだ。僕はまた理由を探している。だからなんだっていうの。君は弾けないんじゃない、弾かないんだ。ピアノの音が聞こえない、それを言い訳に逃げ込んでるだけじゃない。僕は怖いんだ。何も聞こえない、暗い海の底にいるように。誰もいない、ほっとしただろ。音が聞こえなくなったとき、君は理由ができた。もう舞台に立たなくていい理由が。君はベートーベンじゃないものな。助けて。音が聞こえない。暗い海の底でまた一人ぼっちになる。私がいるじゃん。君が音が聞こえないのもピアノを弾いてないのも知ってる、全部知ってる。でも君がいいの。君の言う通り、満足のいく演奏はできないかもしれない。でも弾くの、弾ける機会と聴いてくれる人がいるなら。私は全力で弾く。聞いてくれた人が私を忘れないように、その人の心にずっと住めるように。それが私のあるべき理由。私は演奏家だもの、君と同じ。だからお願いします。私の場